企画、ジャパンプロ見に来てる人チョコザップゼロ人説。マジでいないと思う。よくこんなところで大声出せましたね。うん、ちょっとね、思ったより出すぎて自分でびっくりした。あと響く、はい、ね、うん、ここが今、ジャパンプロの会場の、ベルサール渋谷に、来ております。はい、来ております。春田丸理香さんは、後々合流するという感じで、はい、僕らだけちょっとね、先に行きさせてもらって、そうで、今からインタビューをさせてもらって、はい、で、どのジムに通われてるのかを聞いていく、はい、まあ、普通に統計取りたいし、ガチでチョコザップゼロ人じゃねえかって。で、ね、チョコザップが最近1ヶ月ぐらい前、そう、会員数100万人を突破した。やばいよね、本当に。それはまあ入りやすいとかいろいろあるけど、うん、本当に広島で見てもさ、めちゃくちゃあるやん。空いたテナント空いたテナント全部入っていくみたいな。本当にやばい。いや、すごすぎんっていうぐらいある。で、東京来てもどこにでもあるしさ、うん、いや、そりゃすごいわと。でも、このジャパンプロ会場に来てる人はいないんじゃないかと。いたらなんかあげたいぐらいでね。バーベルとダンベル触れないのはちょっとね。そう、だいぶでかいっすもんね、うんうん、の検証したいということで、はい、はい、やっていきたいと思います。いえ、はい、一発目です。すみません、ちょっと聞きたいんですけど、はい、どこのジムに通ってますか？エニタイムです。エニタイムか、はい、なるほど、なるほど、うん、茨城です。こっち遊びたときはゴールドジムです。はいはいはい、はい、でも普段通ってるのはエリタイム。ありがとうございます。はい、どこのジムに通われてますか？矢野ジムです。いや、渋い。渋い。え、選手ですか？違います。選手じゃないのに、まさかの。え、あのスクワットやってんすか？ありがとうございます。ありがとうございます。今ジムどこか通われてますか？いや、ジムは通ってなくて、大学の。そういうパターンあるか。そうか、トレーニングルームか、はい、え、結構設備は充実してる感じで、プリウェイトが結構、はい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 、なるほど、なるほど、そっか、それあるな、若い子やったらね。確かにね。あ、いや、頑張ってください。ありがとうございます。ジムどこですか？学校のトレーニングルームです。さっきの子と同じもしかして、はい、あ、なるほど。あ、同じではないんですか？同じではない、はい、僕もトレーニングルーム。なるほどね、多いね、それね、はい、学生ボディ出たりとか？いや、出てないんですけど、部活終わってハマったって感じ。あ、なるほど、はい、ちなみに部活は陸上やってます。おうおうおう、あ、近いよね。ありがとうございます、はい、ちょっと聞きたいんですけど、何のジムに通ってますか？エニタイムフィットネス。エニタイム、エニタイムね、はい、なるほど、はい、今日の優勝予想岩佐さんだと思います。主人は、はい、田口俊平選手。なるほどね、割れたね、全員割れてるね。俺ら寺島さんですよね、見ました。どこのジムに通われてますか？普通の CA の。あ、CA の1回300円みたいな。そうです。あ、なるほどね、そっか、そっちもあるか。なるほど、なるほど。いわゆる普通のジムにはまだ行かなくていいかな。あ、そうです、うん、まあ、意外と場所によっては CA のジムめちゃくちゃいいところあるけどね。ちなみに何県？僕は愛知県です。愛知県、愛知とかならいいかな。大阪とかも結構いいけどね、うん、確かにね。なるほどね、そっか、都会はそれがあるわ。確かに。あ、ありがとうございました。ありがとうございました。どこのジムに通われてますか？エニタイムです。エニタイムか、エニタイム強し。ちなみに今日は誰を応援してますか？あー、なるほどね。ちょっと1年ぶりなんで、うん、気になる人は一番多いんじゃないかな。まあ、そうだね、俺らも気になるけど、はい、うん、関根さんも応援してね。もちろん、はい、前に見ました。あ、見ました。ありがとうございます。ありがとうございます。今、どのジムに通われてますか？私はフィットプレイスに。なるほど、できたばっかり。はい、山沢さんの。はい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 、通わせていただいてます。今、何県がどれだけあるかも、把握できないですか？いやー、自分もちょっといろいろ今でき始めてて、ちょっとあんまそこまで把握しないんですけど、はいはい、地元の方にできまして、こちらに通ってる感じです。まあ安いしね、設備がいいんで。フィットプレス勢が増えるっていうのはありますよね。うん、そうですね、はい、今日誰応援してますか？ポパイ関根さん。ありがとうございます。ありがとうございます。関根さんに代わってお礼申し上げます。日本のステージで輝いてほしいですね。ね、楽しみですね。楽しみですもん、本当に。ありがとうございました。どこのジムに通ってますか？エニタイムです。エニタイムね。フィット24です。フィット24か。おー、開発クラブのやつ。そう、フィット、あ、そう、開発の連携してます。開発クラブのやつもね。あ、なるほど。今日はどこ、誰を応援しますか？僕、純平さんですね。純平さん、二人とも。かっこいいですね。今の田口純平強しやな。正直、カリスマ性っていう意味ではね、まあ、ねナンバーワンでしょ。いいわ。ありがとうございました。今、どのジムに通われてますか？基本的にはホームジムです。おー、ホームジムですね。なるほど。なるほどね。ちなみに設備どんな感じですか？あります。お、写真が。え、はい、すごい。マジですげえ。え、え、倉庫？倉庫ですね。なるほど、すごいな。どのくらいお金かかってました？そんなでもないですよ、50万ちょっと。
すごい。ちっちゃいジムや、本当に。男の憧れ。はい、走行ホームジム。いやすげえ。ちなみに今日誰を応援されてますか？ポパイさんですね。ありがとうございます。はい、責任さん、変わってお礼申し上げます。よろしくお願いします。どこのジムに通われてますか？エニタイムフィットです。エニタイム強し。なるほどね。ね、もう逆にゴールドジムが出てこない。そうなんよ、俺東京やったらもっと出てくると思ったら勢力が落ちてきてるね。勢力が強すぎるっていう感じあるね。ちなみに今日誰応援してますか？田口純平選手。多い、みんなそう。強いね。もうちょっと寺島さんとかも応援してあげてありがとうございました。ありがとうございます。なんかどの人に通われてますか？エニタイム。もうエニタイムばっかり。いいんだけどね。じゃあ応援してる人はは寺島。おお、なるほど。田口純平の流れだった。流れだった。はい、田口純平の流れだったけど、やっぱ絞りがかっこいいんで。ね、かっこいいよね。本当は最強だもん。そうですね。どのジムに通われてますか？エニタイム。同じくエニタイムね。なるほど。なるほどね。もう今は本当にエニタイム一強なのかな。かもしれんね。明日のエニタイムが聞きたいけど。ちなみに今日は誰の応援で？岩佐選手。おお。田口。ああ、なるほど。強いね。金業家、カリスマ性格みたいな。どのジムに通ってますか？フィット365。フィット365か、わかりますよ。僕の近くにもあった。あ、そうだ。福岡住んでた。スタッフで働いてる。なるほどね。なるほど。ちなみに誰の応援で？あ、寺島選手。おお、本当だ、応援 T シャツ。あ、リバルフのね、新しい T シャツで、はい、いや、頑張ってほしいですね、はい、オリンピア決めてほしい。今、どのジムに通われてますか？ルネサンスね。おお、初めてかもしれんね。うん、大手やけどね。なるほど、うん、ちなみに、ルネサンス最近パワーラック入ったりしました？いや最近は入ってないです。あの、広島のルネサンスはいっぱいチョコザップできた関係でパワーラックとか、いや、フィッタもじゃなくて、フィッタもルネサンスそうなんだ。俺、家にチラシ入ってた、パワーラック入れましたってそういうのチェックしてるから。まあ、地域差はあるんだもんね、うん、ちなみに今日誰の応援で？田口選手です。あー、強いですね、田口さん。ありがとうございます。ありがとうございます。どのジムに通ってますか？エニタイムに。エニタイム、もう強いね、本当にね。で、聞くまでもないですけど、応援してる選手は関根さんですね。ですよね。ございます。存じ上げております。頑張ってほしい。はい、今送った人はどちらのジムに通われてますか？私はゴールドジム。おお、いや、おおって別に拍手とかじゃないんだけど。初めて。でも初めてかもしれない。え、本当ですか？何店って言われました？大宮でございます。大宮か。ポパイさんが昔いた。はい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 。いや、別に拍手じゃないんだけど、あまりにエニタイム来すぎて。ちなみにどこですか？フィット365ね。フィット365は強いね、それもね。ちなみに応援してる選手は？私はポパイさんです。それはもちろん。ポパイさんでもちろんです。私もです。ね、ありがとうございます。ありがとうございます。ポパイさん頑張って、頑張ってください。どこのジムに通われてますか？ごめんなさい、エニタイム。いや、別にごめんなさいね。エニタイム嫌いとかじゃないけど、あまりに出過ぎてっていう。はい、やっぱ強いね、2タイムはね。近くになくて、ゴールドがね。そうなんですよね、いろんなところにたくさんあるっていうのがやっぱ強いっすよね。強いよ。ちなみに今日誰の応援ですか？エルバペータスです。あー、そっかそっか、そっかそっか、そうですよね。なるほど。今回の大会だと最多人数ですからね、激戦ですよね。楽しみですね。ありがとうございます。はい、お二人は今どちらのジムに通われてますか？エニタイム。エニタイム。エニタイム強いね。近くにゴールドジムがないか、パパ。そうです。ああ、なら仕方ない。今日は誰の応援で？田口純平選手。今日は寺島さん、田口さんが一番こう順位がどっちが上につくのか、ね、正直わからない。どこのジムに通われてますか？マッスルジム川越店。マッスルジム川越店。はい。どうやって、誰がやってるジムとかっていうのは？誰がやってる？別にその有名人がやってるわけじゃない。ではない。ああ、なるほど、初めて知った。何店舗があるんですか？あ、そうですね、練馬とか。関東でって感じ。ああ、ちょっと広島の僕らは知らないです。なるほど。ちなみに今日誰の応援で？ポパイさん。ああ、私もです。はい、僕もです。どこのジムに通われてますか？マッスルジム川越。はい、知ってますよ。練馬にもあるやつでしょ。一緒に来たってことで。あ、そうです。なるほど、なるほど。ちなみに応援してる人、ポパイ関根さんが、頑張ってください。やっぱ埼玉勢はね、ポパイさんを応援してる人が多いですね。どこのジムに通われてますか？あの、マッスルジム川越。出た出た出た。
一緒くらいで応援してる選手は寺島さんやったんだよ。もちろんだよ。一緒かい。なるほど、ね、同じグループだった、うん、どこのジムに通われてますか。フィットイーズ、愛知県である。僕もフィットイーズ。フィットイーズ、店舗によるのかもしれないけど、基本的に設備良さそうなイメージがあります。あ、そうですね、うん、サウナとか最近増えてきて、ね、いいな。え、24時間ジム24時間そうです。え、で、サウナある。サウナ、すごい。それレベル高いね。マッサージチェアとかも。新しいそれ超モテのやるやつよ。すごい。ちなみに今日応援してる選手は湯浅さん応援してます。僕は寺島さん。なるほど、なるほど。服逆やな、それやった。寺島さんはビートも来たから。確かに。ありがとうございました。今、どちらのジムから来ますか。おお、リフト。リフトジム。おお、すごい。セレブ。表参道の住人ね。で、あれが。本当だって。うん。どこからわざわざ。すごい。すごいね。激戦区でね、すぐ近くに原宿もあって。選ばれたのはリフトでした。リフトでこう、ってできます。あー、なるほど、もう染まっとんだ。たまにちょっと行くけど、静かにしかトレーニングできない。でも緊張しちゃう、ちょっと緊張しちゃう。今日応援してる選手はですか。まあね、チームリフト、チームリフト、まあ分かりますけど。ありがとうございました。どこのジムに通われてますか。ゴールドジムの国立。ゴールドジムは素晴らしい。いや、全部素晴らしいんだけど。今日応援してる選手は寺島。体幹田口さんと寺島さんが多いのかなっていう。そうだね。どちらのジムに変わりますか。エニタイム。一緒です。一緒。ああ、強いね。エニタイム戻ってきたね。今日応援してる選手は田口。寺島さんです。おお、二強来たね。確かに。ありがとうございます。今どこのジムに通われてますか。フィットプレイス。ああ、なるほど。今エニタイムね。エニタイムね。ちなみに今日誰を応援してますか。まあ、田口さん。田口さん。自分も田口。田口さんね。すごいね、やっぱりね。ありがとうございました。今どこのジムに通われてますか。バルクスジムです。おお、初めて。初めて。どこにいる。僕は金賞。あ、なるほど。金賞。はい。それのところにあるんだ。ちなみに今日誰の応援で。田口選手。やっぱ田口さん。すごいですよね。ありがとうございました。ありがとうございました。今お二人はどのジムに通われてますか。エニタイム。おお、なるほど。金金ジム。おお。それはパーソナル受けに行くやる感じですか。ええ。踊るのパーソナル。ああ、まだ欲しいんだろう。なるほどね。今日はちなみに誰の応援というか。関根さん。関根さん。あ、二人とも関根さん。ありがとうございました。お二人はどのジムに通ってますか。もう俺わかるよ。ほら見て見て見て。はいはいはい。エリタイムでした。自分はフィットプレスで。おお。はい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 。やっぱ勢力が伸びつつありますね。伸びとるね。多いよ。多いより多いよ。そんなこと聞いた中で。ちなみに今日誰の応援で。寺島さん。寺島さん。頑張ってほしいですね。今どこのジムに通われてますか。通ってません。通ってません。トレーニングはしてあ、ないのね。なるほど。トレーニングもしてない、ジムも行ってないけど、レモンチャンネルのことは知ってる。え、見てます。体もとことんファン。あ、なるほど。マッチョ好き。マッチョ好き。なるほど。なるほど。そういうパターンあるか。え、さすがにジム行ってます。あ、僕は行ってます。え、どこに行かれてます。エンタです。エンタ。なるほどね。広島出身なんです。え、でも行きたいの。あ、ぜひ来てください。ちなみに今日誰の応援ですか。いや、もう皆さん。あ、なるほど。こちらの方もマッチョ好きからもう皆さんなるほど。とにかくマッチョ見に来る。やったら寺島さん。あ、寺島さん欲しい。なるほどね。やっぱ銀好きか。今どこのジムに通われてますか。今エニタイムです。はい。ちなみに今日誰の応援ですか。今日はカルロス・カルロス・オリベイラ選手、本当は見に来たんです。あー、でも出なかったね。欠場しちゃったので、もう今日は田口純平選手と寺島亮選手。そうですね、日本人大好きはい、カルロスかっこよかったよ。オリンピアでいたけど本当に見たかった。本当どんな。今どのジムに通われてますか。エニタイムフィットネス。エニタイムフィットネス。ゴールド。ゴールド。おお。エニタイムで。エニタイムね。うわ、これオセロやったらこれひっくり返ってしまう。エニタイム。エニも入る。うわ、それゴールドからフェードアウトするやん。他ゴールドの方が好きですからね。今日は誰の応援で来てるんですか。私はまさかさん。木村まさかさんね。いいですね。バイ。私はミハルさんです。なるほど。やっぱ女子はね、ビキニ選手ですよね。は
ありがとうございます。ありがとうございます。わあすげえわ。今年も人間やめてますね。人間やめてる。ほんまに楽しいでしょ。ただこれ増えてる。ルーレハじゃないの？ルーレハ。何ですか？何それ？マジか。検証結果、やっぱりチョコサップは0人。しっかりその顧客のターゲット層が違う。まあね、そうなんやろうね。エニタイムは本当に強い。こんなにゴールドが少ないと思ってなかった、ね、いや、広島でインタビューしたらよ、うん、広島なんて1店舗しかないし、やっぱ割と最近できてるしっていうので少ないのは分かるんだけど、ここ東京じゃん、うん、でまあその東京だけの人じゃないけど、まあ、東京の人が多分半分ぐらいあるってさ、ね、もっとおってもいいんじゃないと思うけどね。東京ゴールドなんてめちゃくちゃおもろいやんか。ねエリア会員になってね、いろいろ回ってもいいぐらいと思うんだけど、あとはまあやっぱできたばっかりとはいえ、うん、フィットプレイスね、まあ拡大の仕方がちょっとね、うん、いやそのチョコザップまでとはいかんけど多いもんね、うん、基本的にはもう24時間が当たり前っていう感じになりましたね。そうだね、もう今普通にまあねレモンジムもちっちゃいけど24時間やし、うんうん、当たり前のことになっとんね。つい5、6年前はこんなになかったよっていうですよね、うん、本当にね時代がその変わってねっていう感じよね。ここから逆にゴールドが巻き返すっていうのってあるのかな。エニタイムとかの感じではないんじゃない。でも独自路線は言っとるはずだけどさ、まあゴールドはねブランドが確立できてるとは思うんであれなんですけど、やっぱチョコザップから新しい流れが来たじゃないですか、うん、ジムの経営の仕方そのものの変化というか、その辺がねこうどう変遷していくのか、まあ楽しみよね。5年後10年後どうなっとるのかっていうのが、レモンジムは存続しているのかなってほしいよ。今日全員にインタビューできたわけじゃないやんか、はい、まあ、割とできたよ。割とできたけど、隠れチョコザップがおったかもしれんから、ジャパンプロ見に行ったけどチョコザップ入ってますよっていう人はぜひコメント欄に、うん、チョコザップに有酸素だけしに行ってる勢とかもいる可能性はいるから、かこうチョコザップオンリー勢がいるのか、それが気になるよ。そう、うん、有酸素だけはズルってルールがそもそもあるのか難しいけどズルやんか。俺らの中ではズルとかは一時期有酸素だけチョコザップ使ってたみたいな時あったんで、ね、でも違うよそれはね。それはちょっとまたちょっと違うから、うん、もうチョコザップオンリー勢がいるのかどうか、うん、気になりますんでコメントよろしくお願いします、はい、この動画がいいと思ったら高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。レモンチャンネルのこんがりとアムちゃんでした。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。